お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちらの、ホグデッキを使っていこうかなと思います。で、ホグデッキなんですけど、ま、いろいろ変わっておりまして、まあ、キョスケガール、そして遠距離ユニットがですね、2体あります。先日の、動画でもですかね、アイスイズファルチみたいな遠距離2枚コンビの、デッキを紹介させていただいたんですけど、今日もね、遠距離2枚っていうわけで、ファルチではなく今回マジアチャなんですけども、まあどっちかがね、中型スペルで処理されても、どっちかが生きるよっていう感じでございます。まああとは、2コストの呪文がない、まあ4コストの呪文もないんですけど、こちら。まあその分、ですね、巨大スケルトンで、光栄とかね、処理していければいいかなと思います。といった感じで、こちらね、キョスケホグが今グラチャレの、1位だったかな？あ、2位だな。なんか勝率ランキングみたいなのを、よく見てるんですけども、基本的に毎日見てるんですけど、勝率2位でしたね、こちらの。なんか謎デッキなんですけど、まあホグで削る感じで、施設来たらまあクエイク。で、相手がユニットルーク来てきたら、まあマジアチャで削りつつって感じかなと思います。で、キョスケプラスホグで、施設が来てもクエイクで、で、何かユニット来てもキョスケがタゲ取っているんで、ホグライダーが入るといった感じで、まあ、キョスケプラスホグライダーの形が、まあ、単純に強いなと思われます。そして、まあ、そこで、まあ、コストがあればになるんですけども、マジアチャをね、で、射抜ければ大ダメージ与えつつ、マジアチャ、てかそこの前には絶対巨大スキルとかいると思いますので、キョスケの爆破でね、結局相手のユニットはどっか行くよって感じだと思います。これマジアチャでちょっと射抜きたかったっすね、今。コウモリが若干邪魔でしたね。よいしょ。これはカウンターってか、つない、これ行っちゃっていいな。え、行きます！で、ホグ飛ばしてもよかったね。まあ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 。まあ、どっちもいいね。ここでまあコス使ってくれたら使ってくれたで、今の感じにダクネアイスイズのライトニングですので、ゴレではないかなと思います。ですので、ここをトルネードされる読みの、ゴブリン追撃しますけど、まあ、多分何かで処理はされますね。まあ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 、こんだけダメージ稼げればいいんじゃないでしょうか。で、ここのメビドラは正直受けたくないんですけど、アイスイーツとかあればよかったんですけど、まあ、ベビーのダメージも痛いですし、ここでユニットどうせ咲かせられますので、いいかなと思います。うん、鼻が、ちょっと鼻水が久しぶりにちょっと辛いですね。で、まあ、ゴレですね。さすがにゴレかなと思います。で、このアイビズはまあ、正直無視でもいいかなと思います。おお、エリゴレでした。エリゴレですね。ここはマジアチェ射抜きつつ、ゴブリンでちょっとこっち側に来てほしいですね。で、マジアチェを生き残らしたいので、トルネードまで使うんですけど、ボムタワーが優秀といったところでホグ飛ばして、あれで攻め取りに使ったっけ？まあ、ここでまあ、クエイクですね。クエイク、施設に対して有効なんですけども、若干の遅延効果が入りますので、相手が施設ない時にでも、今みたいなね、ダメージ稼ぎで、使いつつっていうのもね、大事になってくるかなと思います。よいしょ、まあこれ、適当に気をつけ合わせて、まあ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 、ここライトニング打たれるのはまあ、いいかなというところで、ここもう一回ね、攻めますね。で、クエイク打って、トルネードされるかもしれないですけど、まあ、キングにもね、クエイク与えることによって、より遅延がかかって、ダメージがね、ホグが通れば嬉しい。通んない。まあ、ですけど、ここまで来ると、ラストはもう、スペル削り圏内かな。で、ダクネに対して基本的に同サイドのマジアチャを捨てとくと、相手はね、結構することなくて、苦しいのではないでしょうか。ライトニング打たないとね、マジアチャが突破できませんし、よいしょ。ここは、ああ、キョスケがヤンキーしてる。キョスケがヤンキーしてるけど、これ気持ちクエイクって、よりダメージ稼いで、OK、しかもタワーの竹がビビドラから殴っていますので、よいしょ。ここは多少はダメージ受けますけど、多少で済みそうですね。で、マジアチャで、まあ、こちらビビドラ処理しつつカウンターを狙っていきます。勝ちましたね、これは。よいしょ。で、これマジアチャで射抜けたらね、おしゃれなんですけど、今ね、マジアチャを裂いてしまってないので、相手ライトニング使いましたね。まあ、ホグライダー飛ばしても、トルネで防衛されちゃうので、言ったらね、クエイク削りみたいなとこありますね。でも、クエイク打っとくだけで、スローになってね、結構一発入ったりありますので。これね、ラスト見てください。あ、これね、このトルネードの、使い方ね、覚えておくだけで、勝率とかね、一気に上がるかなと、思います。はい、というわけで、まあ、こんな感じですかね。施設に対しては、普通にクエイク、プラスホグライダーとか、キョスケで受けつつ、クエイクとか、なんぼでも壊せると思いますので、
まあ今みたいな、エリゴレ、まあゴレにも言ったら同じですね、立ち回り的には。はい、遠距離2枚あるんでね、ライトニング、ファイアボール、ポイズンで2体が近くにいて一緒にこう処理されるっていうことだけはね、避けたいなと思います。よいしょ。ゴブリンで受けます。まあ、今岡山帰ってるんですけど、岡山帰ってきて正直何もしておりませんのでね、話すことなんかあるかなと思ったんですけど、ないんですよね。まあ、先日犬を僕は飼ってるみたいな話をしたんですけど、ミニチュアダックス、なんちゃら、まあ、ミニチュアダックスを、まあ、飼ってますね。でも僕がマジで幼稚園の、あ、これゴレだ。あはーい、辛い。幼稚園の、なんて言うんだろうね、真ん中ぐらいかな。なんで、もう言ったら、僕今二十歳で、幼稚園って5歳ぐらいかな。なんでもう15年ぐらい行ってるんですよね。言ったら、マジで僕の、大体の記憶があるところから常に僕の横にはそのワンちゃんがいたわけなんですよね。そう、でもまあ結構もうね、おじいちゃんなんですよね。おじいちゃんすぎてなんかもう歩くのでさえ精一杯。前まではなんか家上がるも玄関にまで迎え来てたのに、もうなんか家上がってもあれっていう、全然もうその場で尻尾振って寄ってこないみたいな。頑張って歩いてきますけど、はい、もうおじいちゃんになっちゃってますね。でもなんかもうずっと一緒にいたからこそちょっとね、亡くなっちゃうって考えるとまた辛いですね。まあまだ生きてますけどね。まだ生きてますけど。ちょっと辛いですね。こうマジャジャに抜きたいけど、さすがにおしゃれすぎる。まあ気をつけのバカでね、処理されたのでいいかなと思います。こういうところもね、マジャジャで狙えますね。で、相手はゴーレムでしたね。これ、クエイク削りやっちゃってもいいんですけど、さすがにもったいないので、後ろからマジアンチャかな。マジアンチャオンダンシー。はい、ゴールも来まして、逆サイプレッシャーかけつつアイスイーズと強スケあればゴールは正直守れると思いますね。でここ左側は多分相手は絶対対応しないといけませんので、ああ無視してきたら、まあ、無視してきたら1個折れますのでね。これ強スケの爆破で結局溶かせるので、ファルチとかはね、あれヤンキーがいる、ヤンキーマジアちゃんがいる、え、ヤンキーすぎん、さすがに。よいしょ。あ、これが強い。あ、でも、この後はちょっとマジアチがね。あ、やばい。ちょっとちょっと今あれ、ね、やっちゃいましたけども、まあ、これはもう残り20秒ですし、施設プラストルネードがあるとね、結構やっぱ防衛が硬いですね。そしてアイスイーズ、そして逆サイの、マジアチャ、そして強スケもあるので、で、ダメージに関しても、中型スペルがない分を、マジックアーチャーの射抜き、そして、まあ、クエイクとかでね、結局は稼げますので、なんだろう、このデッキの弱点を他の、こう、ユニットね、カバーして、結構ね、バランスの取れたデッキではないのかなと、思われます。よいしょ。まあ、中型スペルがないと、不便なこととしては、エリクサーポンプ、クエイクでカバーになるでしょ？で、あ、待って、みかんさんからフレバット来た。じゃあ、本日ラストはね、坊やさんに締めていただきたいと思います。さあ、まあ僕が動画撮ってることなんて知らないでしょうからね。あはは。よし。ちょ、待って、煽りスタンプがねえ、この、待って。まあ。なんだったっけなんかね、名言、みかんさん的名言が。なんか、煽られてもいい覚悟があるやつだけが煽っていいみたいな。そんな感じのやつがね。煽ってもいいけど、煽るやつは、何、煽られる覚悟があるだけだみたいなやつですね。よいしょ。マジアッチャーコウモリ、あ、ウェブかな、もしかしたら。勝つよん。ポイズンあると厄介ですけど、ないこと祈りたいですね。よいしょ。バルキリーワンチャフター。あー、オッケー。あ、ミニペ？なんだこれ。まあでもこれは気をつけのバカで死んでくれる。あ、てかマジアッチャーが。あ、やばい。これやべえ。このミニ力は、まあ、トルネで消えますね。オッケー。来なければ無視。ふぅ。さあ、まさかの、本日グラチャで参戦の予定がラスボスに、ミキャンムオヤさん。うはぁ。なんで？これはね、マジでみんな思いますよね。なんで？今ならわかるか。やりますね。ワンチャン G アチャイ抜き。おー、後ろから来ますね。じゃあ後ろから行くよと。遠距離に今うまく生かしていきたい。相手ね、鬱陶だけだよね、多分。あれはないと思うんですよね。
すがに。今度こっち。おい。これやばい。あれだ。俺の怒れるやつだ。出た、不平等案件。不平等案件。まあでもここは。うまいよ、俺も。うえい、見せていく。さあ、今のはね、巨助の爆破で処理できると踏んで、ボムタを出しませんでしたね。ワンチャン取るねって、あれだ、ジャイホリだ。ジャイホリ、ジャイホリ。なんかジャイホリ見ましたよ、このデッキ。ミニペック早いから一発与えていく。で、ウッド、おい。読みのウッドとか来るとね、またまた一日、今ミニペックを割いたので、で、ポイズンだと思いますね。ですので、ミキャンさんはね、このね、そう、形が結構きついと思うんですよ。で、トルネでワンチャン後ろに探したい、ミニペッカー。オッケー。でもね、こうやってもいけ、俺は。来たんじゃないこれ。ミカンさん、来たんじゃないの。で、クエイクでね、ダメージも削れますので、こう真ん中に寄せて、ボムタワーの爆破をちょっとね、生かしたい。さあ、こう一回クエイク打つ。まあ、硬い作られても、キョスケがね、あって、ボムタワーが多分だるいと思いまして、まあ、コウモリは、IC とかで処理しようとするとワンチャン事故るので、OK? ああ、うまい!それうまい。でも、僕ね、負けませんよ。来たんじゃない?これは。これは来たでしょ。ああ、いいザップ。反応早すぎでしょ。よっしゃー!グッドゲーム。よし。ね、これはね、美味しくいただけましたね。ありがとうございますと。はい、言ったところで、本日ね、無事参照しましたし、ね、みかん坊やさんを倒しましたということで、こちらのデッキ強いんじゃないでしょうか。ウッドザップって結構、癖が強いデッキでしたね。はい、というわけで、これの後はね、ちょっとみかんさんとフレボトやるんですけども、今日この感じでね、終わりたいなと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。みかんさんチャンネルもね、概要欄貼っておきます。みかんさん最近動画出してますので、ぜひぜひ見てみてください。では、お疲れ様。